涙がとかす、雪をほら、雪をほら、一つ終わり、一つ終わり、一つ始まる、一つ始まる、涙を溶かす雪の花、この街に春を呼ぶように、春を呼ぶように、彼らの涙が雪を溶かし浜通りに春を呼んだとするならば、どれほど多くの涙を流しただろう。ボイスドラマスノーフラワー、一つ終わり、一つ始まる。でもう一回電話したらもう家ないから、目の前にってことがあって、家のそばまでも行かれないんだと。立てられない。うん。本当転んじゃう。ああ、そんなに揺れた。転んじゃうの。転んで、はいはいしたの。ああ。歩かないから、立てられないから。うん。怖かった。怖かった。怖かった。でも家はなんとか壊れなかったけど、もうとにかく揺れがもう体支えてるのも精一杯でみたいな。うん。で、松村君も言ってたけど、こんな震度5とかなんじゃないよみたいな話になって、震災の時はもともと地元に就職する幼馴染とカラオケに行ってたんですよ、うん、テレビとかも目の前にバーンって落ちてきたりして、で1階に降りてったらもう天井が落っこってて、12日に小高を逃げろってなった時に、うん、なんかの甘い匂いしたの、はあ、注意が口に含めるとパッと方向を広がって、あの匂いでした。3月12日、1号機で爆発音。給水車に並んでいた時に降った雪の中に放射性物質が混じっていたことを知ったのはだいぶ後のことだった。俺たちはふるさと捨てるなって言ったって考える余裕なかっただから、とにかく逃げろって、避難しろって、ウェアすぐに、財産残して逃げていかなきゃなんだ。あの変な感じな、なんで自分うちにあんのに入れないんだ、鍵閉めていかなきゃなんねんだとかっていうの、鍵を閉めて仮設にいかなきゃなんねん、あのあれはさ寂しかったな、うちがあんのにと思って。ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しく歌うもの。でもここでしか生きていけないんだよ、人間って。不思議で、私らぐらいの年になるここでしか生きられない。若い子は他でも生きられない。ふるさとってそんなになんかいいもんなんですね。いいですね、やっぱり。どういうとこがいいの？どういうとこがいいんだろう。人かな、やっぱ人、うん、優しいの？優しい優しいですね、やっぱり。何かあったら周り頼れるし、みんなで同じことを経験してるから、あったかい、こっちの人は、うん、日本の田舎いいよ。日本の田舎いい？いい、豊か、豊か、豊かに。じゃあもう将来タイに住むっていうこともなさそう？ない、なし、なし。南相馬好きですか？はい。南相馬好きですか？その時まだ言葉は生まれてなかった。誰も知らない、知る由もない祈りという言葉。しかし彼らはおのずと手を合わせた。桜は似合わなくて、ひとひらの花びら、頬に落ちて消えた。こみ上げる胸に熱く、涙が溶かす雪を、ほら一つ終わり、一つ始まる。涙を溶かす雪を
春を呼ぶ